これ小金メキシコです。これお母さんです。ママちゃんみたいね。はい、また生まれました。4、5日前にね、素揚げしたんですよ。まあ素揚げって言っても隣の段ボール箱から私が取り扱いできやすい広いね段ボールに移しただけですけど、でもそれだけでもう親は餌をやらないですよ。私に任せっきりで安心するんですね、親が庭どもで。今なんかね驚きましたね。小金ちゃんおいで。生まれたその日からね、この挿絵をね食べちゃうんですよ。もう何回もねこれの味を知ってるから、親がねあのねだりに来るんですよ。ひなが生まれたその日から。で私が2、3年前まではね小さな入れ物を置いて台の上に置いてやってたんですよ。それを食べたんだけど、最近はもうこうやって直接ね私から、今来たのがオスです。七色メキシコです。両方あげますけど、やっぱメスの方がちょっと多いですね。今はもう素揚げしましたからね。こいつはこれを食べるばっかりですよ。こうやって。これずずしいからね、私の腕引っ張りますからね、クレーツって。これね、ベタベタ、ね、流れ落ちたのを拾ってくれるからありがたいですよ。1個目ね、餌を運んでやって食べさせる、そのあれが減ったからね、楽してるんですよ。私がやり始めたらね、やりませんし、もう同じ巣箱ね、巣箱って言っても段ボール箱ですけど、2、3日はね、一緒に入って寝るんですよ。でももう2、3日経つとね、また自分たちは別の小屋に行って、そこで寝ますから、もう一緒に寝てやらないですもんね。すごいですよ。もう任せきりになるんですよ、私に。あんたは食べてばっかりだね、このヒナの餌を。はい。今回ね、4羽生まれましてね、2羽の予約がありますので、販売できるのは、2羽ということになります。前回も4羽だったですかね。その前はね、5羽産んでたんですよ。ちょっとこれもね、5歳になってきましたからね。少なくなるんですかね。まだ大丈夫と思うんですけどね。このサイズで、だいたい10杯ぐらいを目処にしてます。1回がね。それを4回やります。もう生まれた直後はね、私からこうもらっていって、すぐ吹っ飛んでいって、食べさせてましたね、チッチッチッチ鳴くの。もう最近じゃん。自分たちこうやって食べるけどね、やりませんよ。私がやるってことが分かってますから。だいぶ膨れてきましたね。一日ね、4回だとね、やっぱり結構多いからね、量が。目いっぱいやらなくてもいいようですね。おい、小金ちゃん、そっちのひなに行ったかい。こっちはもう終わったよ。もう1羽ね、いますからね。もう1羽抱きますかね。これはちょっと大きいですけど、ここなんですかね。はい、交代ですよ。はい、凍って。はい、こっちは来んの？小金ちゃん、こっち今回来るの、やっぱり。はい、これ食べるか、食べる。餌をね、よく食べます。親がもらう
親からもらうのと一緒のやつなんですけどね、親がこれを私からもらってこの子たちにあげてましたからね。今足がね、私の指から外れたから不安定な時はヒナチュウの餌食べが悪いです。どんな鳥もしっかり足を固定してですね、やったら安心してご飯を食べます。生まれたその日からこの餌をね、もらってるわけですね。親がもちろんその中に親がすりつぶしたね、朝の実とかひまわりとか、ペレットももちろん混じってましたからね。でもこれが中心です。もうあと2、3日したらね、ガツガツガツっと食いに来ると思いますよ。今まあ静かにね、ちょこ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 まで食べてますけどね。親がこういう風にしてやるんですけどね、この親子がね、私が覗き見してたら、その時すごいですよ、やっぱ口開けてね、ガツガツガツっていくんですよ。で、いっぺんにたくさん流し込みますね。こんな、いつまでも時間かかりませんからね、親は。食べるんですね、少しはやっぱりね。かといってあまり硬いのはね、無理やり食べさせてクククックって詰まりますからね。もういいかね、どうする、もう少し食べろ、こうやって声をかけるとね、少し食いが良くなるんですね。あとこのあとですね、もう一本動画作りますからね、種が入ってますから。はい、もう寝るだけです。